これで遊ぶよ。変えちゃおう、魔法の楽しいパン屋さん。氷水をつけると別のパンに変わっちゃう。レッツプレイ。いらっしゃいませ、ヤンサンベーカリーにようこそ。あー、どれも美味しそう。おすすめはこの魔法のパンです。すごい。じゃあこのチョコクロワッサンにするわ。僕ハンバーガー作ろうっと。トマトにレタス、チーズもいいけどケチャップハンバーグになった。おいしいぞ。ハンバーグ乗せて最後にパンを乗せたらハンバーガー完成。おいしそう。これも買うわね。ありがとうございました。パン屋さん楽しかった。次は他のおもちゃで遊びましょう。そうだ、他のおもちゃも使ってバーガーコンテストをしましょう。ハンバーガーコンテスト？何それ。サンさんとクモリン、どちらが素敵なハンバーガーが作れるか勝負するの。面白そう。よし、頑張るぞ。あー、何使おうかな。僕これにする。決めるの早。じゃあ僕は魔法のラーメン屋さんにしよう。それじゃあこのうどんをお鍋に入れて、ちゃっちゃっちゃっ、チャーシューの上に麺をドーン、ナルトとネギをトッピング、パンで挟んだらサンさん特製ラーメンバーガーの完成。おいしそう。僕は甘いハンバーガーにしよう。パンの上にドーナツとお星様のウエハース、僕イチゴも大好き。ソースもかけちゃおう。クモリン特製スイーツバーガーの完成。これハンバーガーなの？とっても可愛いわ。二人とも、とっても素敵なハンバーガーを作れたわね。でも、どっちの方が良かった？ドキ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 。どっちも素敵よ。ちゃんと決めてよ。でも、どっちも良かったから選べないの。みんなはどっちのハンバーガーを食べてみたい？コメントで教えてちょうだい。こうなったらもう一回やろうよ。サンさん望むところだ。よし、次はお寿司で勝負だ。魔法のタレでマグロになった。シャリに乗せて、よいしょ、マグロ一丁上がり。よし、どんどんお寿司作っていくぞ。サンさん、どうなのかしら。僕の方がすごいよね。僕の方がかっこいいよ。なんだと？あ、僕のハンバーガーが、頑張って作ったのに。残念だけど、二人とも不合格ね。えば、えば。なんで？僕の。今日のお絵かき。
ポチッ、グッドボタン。僕たちとお友達になってくれる人はこのボタンを押してね。ポチッ、ベルを押すと新しい動画をお届けするよ。使ってほしいおもちゃがあったらコメントで教えてね。